果率すごいな、やっぱ。マハンマは、まあ、通るか。あれ通んねえのか。マジか、反射かよ、しかも。よし、うわ、強っ。魔法に強いだけじゃないのか、あいつは。ダリ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 。回して、どうかな。高山さん。なるほど。キターニアには物理か。疲れてたダリーなぁ。めんどくせぇなぁ。行くか。よいよい。あ、落ちねぇ。マジかよ。確かに落ちたと思ったんだけど。いや厳しい。強くねえかこいつ。バティがいった。とりあえず入れといた方がいい。バティをちょっと強化したいというか。7000か。誘惑、マハザンマ、衝撃行為かな。誘惑下士だな。いやーしんどいな。ハンゴンコありがとう。これで戦闘して、トロールがダリー。うわ、やべえ。これはだるいことになった。増援来たら誰かって、バラマキラインが嫌だったんで。バラマキラインするんだったらな、使いますわな。一枠あんだよな。メンタリティやべー。出た出た。オーデン。しびれない。落とす。ありがてえ。いやこいつクリティカル出すな。右ロウ。
オベロンとティタニアやっぱ強いな、強い感出てる。いやーでもやっぱ物理耐性あるとな、ハザーの砲弾貫通欲しいっすね。お互い様とはいえダリー、さて、でもまあまだ気合い入れれば一撃で倒せるから、うん、言い聞かせて。塩化率すごいな、レベル上がるな、こりゃ。こちら、おや、あ、出た、スティックが上にはまっちゃいました。物理耐性あるとやっぱだるいよな、うん、マガツヒ力を跳ね返してしまう、切り目からあのゾウさん強い、ゾウさんパーティー作れっかなこのゲーム。あ、でもガネーシャいないんだっけ、ガネーシャいるか、ガネーシャ焦点、ギリ目かチームゾウさんができる。難しい、まあ見てもあれだけどね、これまあまあわかんない。ダブルピターにメガテン3で初めて見たとき惚れてしまいましたこのデザイン。メガテン3ペルス1200出る、これ気合い乗せなくていいかな、左おっと衝撃砲用3部だな、長女3部、ボックブレス覚えるんだ、こいつは一体どこまで。ボックブレス覚えたらどうすか、あ、会心あたり消してもいいかな、羽ばたきはまあコスパが、うん、なんかいいのでさて、あ、クイーンか、メディアルハンが5円だよな、2万、まあでも使わなきゃ増えないからね。あ、まあさ、パズスも上がりそうだな、上がりそうな順に行くかじゃん。メディアルハンなんて覚えたらとっても素晴らしいんだけどねなかなかでもコスパがかかる、悪いんで、そんなに何回も使えるあれじゃない、いざって時助かるやつ。そうなんだよな、そうなってんだよな、うん、覚えられなくね今思うけどこれまあいいや、適当にやって、
だるいだるいだるい。はい、期待はいくかなと思って。あ、まずやばいな、だるいな。残った。外す、だるいな、外すか。まだ落ちないから。ドリドリ。そう。はい。これはいけないな。弱点はいけない。ここまで戻んの？そうか。ん？あー、パイロンか。高根さん。うん、いいね。結構飛ぶ。150とか。死ねるか。いい。絶対レード覚えたらどうしよっかな。反撃かな。反撃は、あ、でも杖かな。反撃どうだろう。真ん中はダメそう。お、むしろセーブポイントまだすかね。あー、どうだったっけ、それ。左から行ってみる。やっぱここだよな。着ゾロ、ありがとう。まあんま撃てんねん。暴れまくる。おりゃ。強えな。何外すかな。なんかあるかな。そろそろなんだ。ファジャの鉱弾。ファジャの鉱弾か。食いしばりが増えたかな。鉱電消すと、鉱電消すか。通じないときは、まあ、二属性持ってっとな、楽なんだよな。こっち通じないとき、じゃあこっちにするかってできるかな。じゃあ、ファジャの砲台になるか。難しい。上りか。あ、上りなら。間違ってそっち下行かないように、この辺でも。
つもんかって言うやつ全然来ないところを見るとやってこねえんだ。役に立つなこれ。やっぱじゃあ絶対レード覚えるんだったら光電消すかいいか。誰にこいつなの。おっちゃんがいるふえークギャーって、どうだろう、放電消すか。まあ今までずっとね電撃でやってきたわけだから、ね、最終的にでも俺いつもショックウェーブなんだよ。どうしよっかな。そうするとあれなんだよな、ランダとか出てきたらだるいんだよな。今回あれか、絶対レードで行くのもありだ。非常によって荒はばきが通らないっていう。スワザーでもやっぱ1個でもか。まあ最終的なプランはまあまあ見えてるんですけどね、スキルの。まあデスカウンターにして。あーでもなー、どうしよっかなー。シャクラ混合弾手に入ればね、キューマも消せるんで、デスカウンターと貫通と、まあデスバウンド、それどうしようかなってちょっと考えてますけどね、今回は。まあまあまあ、バフとデバフ1個ずつ入れちゃってるけど、どうしようかなって思ってんすよね。まあ、残すならスクカジャかな。デフンダ持ってる敵が多いんで。なんとも言えんですけどね、まあまあでいきっす。高政やべ、高政よく見たら体力が全然ない。できる。ホルスがそろそろあれだ。もう回復要因必要だな。 D を入れるかホルスを入れるか。サファイア、こっちはとりあえず OK だな。下の方行ってないな。こっち正規ルートなのかな。一回つまずいちゃった。あ、はい、持ってます持ってます。これは、まあ、仲間なんねえよ。え、あ、これも使うのか。おお、高松かっけえ。仲間になんないかな。何かの間違いで仲間になんないかな。もうこれはニヤリ。
やりじゃなかった。来た、寝坊の成長だな。よっしゃ、こうなりました。うん、なかなか難しいけど、うん、悪くはないかなと。8000か。バティが もうちょっとだよ。そしたら、まあ、入れたいやついるんだよな。スパルナもクイーンもそうだし、うん、クラマテン軍、パズスも、って考えると我が軍もあれですね、なかなか。パズス入れたいけどな、ブフに弱えんだよな。結構トロール出てくるから、ダリーは、あっていうかあれじゃん、絶対レドム打つじゃん、ティタニア。ダメじゃね。くー、ここまで打つ。上から見たったら分かんねえよな、普通に普通に分かんねえよなこっちじゃねえ、危ねえ。高まさが瀕死じゃ。だいぶいいね、だいぶいいね。さてと、てか今ので上がんなかったな。テンタか。じゃあだいぶ引っ張ってきたけど、絶対レード覚えます。宮津はいいかもしれないな、むしろ。浅はか。浅はかでした。どこここ。どっか行っちゃえ、どこここ。行かなかった方か。上は、あー、なるほど。え、当たりではないか。そうでもない。出るね、いい音。パニックボイスとかやる、はい、うん、ブロックなんだ。吸収とかあればいいんだけど、ないか、受け付けよう。なんとなく挙動でわかるよ、ね、こいつって通るのかな、通んないかな。あ、通るんだ。別に物理打つよりは打つんだけどな。もうそういう時にあれだね、アマの来航はいいかも。意外と硬いぞこいつ。そんな硬いってぐらい硬かったな。
ここでね消しましょう。ブルブル。あーす、毒に侵されて侵されてしまったか。ふう、万能ですな。バティガート9000か。マハザンマ覚えたらいいっすね、かなり。で、上りなん、下りなん、こっち。下りか。まあ、いっか。うわー、ちょっとそういうのやめてくれ。ふぅ、命拾いした。これ撃ってこ。あ、まさか。うん。150。おお、避けんのかよ。あ、捨ててる感じ。しびれた。あ、しまった、やっちまった。ポルスが避けられねえ。いや、減りますね。ダメじゃないですか。まあ、混乱よりはいいね。キューマだったな。あ、音楽変えてる。シュールですね。ちょうど横か。今日は横からの姿。真正面からってできんのかな。走ってる限り無理だ。魔力に強い、魔力ってバステに強いもんにするのはありか。うん、くそ、絶対レード覚えたけど、こいつがいるじゃねえか、よく考えたら。ダリー、その時もメディアを撃つ。なぜ？ほうほう。パズス入れたいけどな。ちょっとここは無理だな。強いんだけどな。これが良いということに気づく。無理。でも240。そんなことな。単純に半分だからね。
体力を曲振りしてるからな。面白いな、面白いぐらいに威力が高えな。マハザンマ覚えたらこいつらも一生できんのにな。不足あるし。攻撃は誰から出てんの？トロール。ぐるぐるぐる出たな。うん、それでいい。落ちねえのか。ちょいだったな、あの感じだった。宮島、そっか、宮島つけっぱだった。変化率がさすがに高い。運の子、運の子はですね、俺じゃねえんだよな。うん、これはまただるそうな。でもあれなんだな、ギロチンカプツとかないんだな。これはいけんじゃないか。やっぱティターニアに食らわないんだよ。マジで食らわねえな。落ちないんだ。さあけんなよ。400もあんの。バティよく落ちなかったな今。少し悩んでる。くどけんのかな。レベル下がっても無理かな。その通り。お金くれた。人妻にお金をもらいました。なんかその言い方はよくない。運の子はね、クイーンに食わせるんです。そうするとなんと宝探しのドロップ率が上がる。うめうめ。クラテン入れたい。手が入れたいな。みんなバティさんを早く育てたい感が。開けたのか。運の子、さて右か左か。右でふーん、クロスしている。あれ、あ、そっか、そっちがそうだ。いや、そっか、出てくる方向が結局まあ上から見ても分かんねえっていう。いちいちあれ、あれがあーでってやってんだったら行っちゃった方がいいかな。結局ね、た
ただ登りたくなってみる、高いところ楽しそうだな、いつも。敵が上がんねえじゃねえか。分かれない分かれない、別れ話の時に落とす。このまま続行だ。宮島はどうなんだろう。まあでも、まあ、氷結ブロック、ヌエか。ヌエを入れて、一回死ねるようになったとはいえ、できれば死にたくないからね。あれ？そこか。ここだ、ここ。こっちが、お。この笑い方よ、明らかに操られてる感がね。おむつ、やっぱおむつに見えちゃう。クロスしてるやつ、タイミングか。いや、いいね。宮島でいい気がしてきた。お前にもだ。どっか行っちゃえ。かわいいハイピクシー。こっちがセーブな。一応見とくか。一応な。変わるんですよね、縦と横で。っていうのは分かってんだけど、っていうのは分かってんだけど、何がどうっていう。ちょうどいいや、一旦セーブしますか。じゃあ、うん、いや、まあでもここまで来ればもうちょいっちゃもうちょいかな。あー、一応ギーメから線のあれを考えとかないとな。